こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。今日はこの一角に花壇を作ります。ガーデニングが初めての人にもおすすめの育てやすくておしゃれな植物で作る春の花壇。砂利敷きのこの場所を DIY で花壇にするところから植物を植えるまで全部お見せします。同じようにお庭の一角を花壇にしたいと考えている方、初めてガーデニングに挑戦してみようかと迷っている方はぜひ最後までご覧ください。今回もガーデンプラスのデザイナーにプランを作ってもらいました。お花が育った後のイメージはこんな感じです。植物を植えて石を置いただけなんですけど、結構いい雰囲気ですよね。レンガなどでしっかり花壇を囲わなくてもちゃんと立派な花壇になります。 DIY やガーデニング経験のない方でもチャレンジしやすい簡単な方法です。ただ1点お伝えしたいのは、植えたばっかりの植物はこんなに立派にはならないっていうこと。今回はこの撮影があるので大きめの植栽で通常よりも賑やかになるように植えました。でも実際の花壇ではもう少し小さいサイズの植栽で隙間を空けて植えます。もともと立派に育っている植栽は金額も高いです。それに植えた瞬間がその花壇のピークになっちゃうんです。育ててお花が咲いて見た目に華やかになっていくっていうのがガーデニングの醍醐味です。なので植えたばかりはちょっとスカスカして隙間が空いてるくらいがちょうどいいと思います。今回は兵庫県宝塚市の陽春園さんに植物を選びに行きました。選んだ植物の種類や理由については後で解説するので、皆さんも近くの園芸店やホームセンターで探してみてください。今回はちょっとぐらい水やりを忘れても枯れずに育ってくれる強い種類を中心に選びました。一つずつ紹介する前に全体的な植物選びのポイントを2つお伝えします。まず1つ目、花に注目しすぎないこと。今回選んだ植物を見てみるとお花が少ないように思いませんか？実は花壇を作るときに大事なのは葉っぱ。花壇全体の半分か 6,7 割は低木や葉物で全体の形を作ります。そこにお花を足して仕上げていくイメージです。なぜかというと、基本的にお花って年がら年中咲き続けないんですよね。1年のうちに咲いてる時期ってそんなに長くないです。もちろん時期にはよりますが、なので花がない時にもバランスよく見える花壇というのが理想です。お花はあくまで最後の飾り付けだと思うといいと思います。ですのでお花がない時でも単調な花壇にならないように、緑とか黄色、白っぽいものなどいろんな色や形の葉を選びました。2つ目のポイントは、いろんなお花を1ポットずつ植えないこと。特にガーデニングが初めての方はいろいろ植えてみたくてたくさんの種類を買ってしまいがちです。でも簡単におしゃれにしたいなら、1つの種類を1個ずつ買うっていうのはおすすめしません。小さい低木やお花の場合は少なくとも 2,3 ポットずつ植えることで全体的にバランスが取れます。それでは今回選んだ植物について、選んだ理由や特徴をご紹介したいんですが、まずすでに植わっているこの木について。この木は青玉という木です。時期的にまだ葉が落ちているので別の写真をお見せしますが、こんな感じで小ぶりの葉とスラッとした樹形が綺麗な落葉樹です。初心者が適当に切る、剪定しても自然と樹形が整うという管理のしやすさもあって、シンボルツリーとして人気です。どんなスタイルの外交にも似合うのでおすすめです。それでは今回新しく買ってきた植物について選んだ理由と役割をご紹介します。まずはひときわ目を引くこれ、ニューサイランを斑入りのグリーンのものと赤茶っぽい色の2種類用意しました。インパクトのある形の葉っぱなので花壇の主役になります。緑の中に特にこういう赤葉のものを入れると全体が引き締まって見えるので選びました。霜や雪には弱いので寒冷地にお住まいの場合はちょっと注意が必要ですが、基本的に育てやすい植物です。2つ目はコデマリ。これはさっきのニューサイランと違って落葉樹です。今は枝だけですが、これから葉がついて春先4月から5月にかけて白い可愛い花がたくさん咲きます。しなやかな枝がしだれるのが魅力です。次が雪柳。コデマリと似た白い花が春の早い時期にたくさん咲きます。こちらもしなやかな枝が伸びてしだれているのが可愛らしいです。公園などでもよく植えられている育てやすい樹木です。見た目的には似ているのですが、雪柳が咲いてコデマリが咲くという風に花を順番に楽しみたいので今回は両方選びました。続いて西洋岩南天。紫っぽい葉が一年中ついている常緑の低木です。どんどんボリュームが大きくなっていく種類なので、花壇の骨格を作る、つまりボリュームを出すために植える、どちらかというと脇役的なポジションです。次がラベンダー。この紫の花も可愛いんですが、ラベンダーも西洋岩南天と同じく常緑の葉のボリュームがどんどん大きくなる種類なんです。なので花壇のボリュームアップ担当として選びました。
ラベンダーは湿気に弱い種類も多いんですが、フレンチラベンダーなら比較的湿気に強いので日本の気候でも育ちやすいです。次がウエストリンギア。ここ数年ユーカリなどのオーストラリアプランツが人気なんですが、ウエストリンギアもそのオーストラリアプランツの代表格です。明るいシルバーの葉が特徴的で、花壇を明るくおしゃれにしてくれます。地植えにして根付いたら水やり不要なほど乾燥に強いので育てやすくておすすめです。次はアガパンサス。こちらも常緑なので常に葉が楽しめます。さらに夏にインパクトのある花が咲きます。花の少ない夏に咲いてくれるのと丈夫で育てやすいので人気です。それから葉の綺麗さを楽しむグラス類、ヒューケラ。こんな風に葉の色が豊富なのが特徴です。花壇の他の植物に合わせて色を選んでもいいと思います。今回は赤っぽい葉のものが多くなりそうだったので緑の葉を選びました。日陰でも育ってくれるので植える場所を選ばない植物です。それからベアグラス。明るい黄緑に白い斑入りの細い葉が綺麗ですよね。グラス類は花壇の中にあるとその形だけでもアクセントになってくれます。 2,3 箇所に植えると花壇全体の統一感も出ます。育てやすいですし大きくなっていてくれるので花壇のボリュームアップをしてくれます。最後に選ぶのが花。園芸店で綺麗に咲いているもの、見た目が好きなものを選んで大丈夫です。ですができるだけ楽に花壇を楽しむなら多年草という一度植えたら毎年花が咲く種類を植えるのがおすすめです。今回選んだ花は全て多年草です。まずはクリスマスローズ。クリスマスと名前に入ってますが、花が咲くのは2月のものが多いです。うつむき気味にシックな色合いの花が咲きます。クリスマスローズは花ももちろん魅力的なんですが、大きめの葉が一年中緑なので花壇のボリュームアップにも貢献してくれるという点が特におすすめです。次に選んだのはネメシアを3種類。植物を購入しに行った時にちょうど綺麗に花が咲いてたものを選びました。小さな花が次々に咲くので花壇が華やかになります。色は好みで選んじゃってください。次はミヤマオダマキ。柔らかい葉とシックな花が魅力です。比較的背丈があって花も大きめなので、さっきのネメシアみたいな小さい花と組み合わせるとバランスがいいです。最後がローダンセマム。これも選びに行った時に可愛く咲いてたので選びました。完全に個人的な趣味です。ピンク以外にもいろんな色があるのでもう好みで選んでください。あとローダンセマムは葉が少しシルバーっぽいんです。なので花のない時期でもシルバーリーフが花壇を明るくしてくれます。以上が今回選んだ植物です。花壇を楽におしゃれに作るコツをざっくりまとめるとこんな感じです。常緑の種類でボリュームを確保。花は咲く時期が違うものを入れてできるだけ長く花が楽しめるように。赤葉や斑入りの葉も組み合わせて緑っぽい葉っぱばっかりにならないようにする。日本の気候で枯れにくい育てやすい種類を選ぶ。今回選んだ種類はこのポイントを押さえているので真似してもらうといいと思います。花壇に植える植物を選ぶ順番についてはこちらの動画でより詳しく説明しているのでぜひ見てみてください。さてこれで植える植物たちが揃ったので花壇を作っていきます。準備するものはこちら。では早速砂利を撤去して花壇を作っていきましょう。砂利とかがない土の部分を花壇にする場合はこの工程は飛ばしてください。まずは花壇にしたいエリアの砂利を手やスコップなどで撤去します。下に敷いてあった防草シートもハサミでカットします。砂利と防草シートを撤去できたら土を耕します。耕す深さなんですが、植物によります。買ってきた植物をカップに入ったまま花壇に置いてみてカップが埋まるぐらいの深さっていうのが目安です。今回の花壇は奥行き40センチの幅1メートルくらい。砂利の撤去からここまでで男女2人でだいたい30分程度の作業時間でした。さてここまで来たら買ってきた植物を植えていきましょう。いきなり植えながら考えると失敗してしまうので、まずは仮置きしてレイアウトを決めていきます。土の上にポットごと植物たちを置いていきます。基本的にはボリュームのある大きなものから置いていきます。ニューサイラやアガパンサスなどの大きいものや、後々ボリュームが出てくるオデマリなどの低木は後ろ、花やグラス類の小さいものは前に配置します。ユキアナギなどの細い枝のものは枝が後ろから前に出てくる感じにするとおしゃれだと思います。それから植物はまっすぐ一列に並べずに交互に三角形を作っていくようにジグザグに配置します。こうすることで育った時に自然に重なり合ってくれます。まっすぐに置いちゃうと小学校にある花壇みたいに育っても間に道ができちゃって寂しい感じになっていきます。それから3ポット以上ある植物は1つずつ点で置くんじゃなく2対1で置くとバランスがいいです。そして全部置けたらちょっと離れて全体的に見てちょこちょこ入れ替えたりしながら修正して最終の位置を決めていきます。
まあ、植えながら変えることもよくあるので、なんとなくイメージが固まればもう OK です。全部の植物の位置がだいたい決まったら、大きいものからポットから出して植えていきましょう。一つずつ土を掘って入れていきます。根っこはあまり触りすぎないようにっていうのを意識しながら、でも少しちょっとほぐして花壇の土と馴染むようにします。そして掘った穴に置いて土をかぶせていきます。まっすぐ直角に植えてもいいですし、ちょっと斜めにして花壇の正面からお花が綺麗に見えるようにしてもいいです。植物を全部植えられたら、あとは隙間に石をバランスよく置いていきます。この大きめの石、ゴロタ石というんですが、ゴロタ石はホームセンターとかネットで購入できます。ゴロタ石はおしゃれだから置くっていうのもあるんですけど、実は土留めの役割を担っています。レンガで作った花壇だと、そのレンガが花壇の土が外に流れていかないよう土留めの役割をしています。ただレンガをきれいに並べて固定するっていうのはちょっと慣れてないと難しいので、今回は一番簡単な方法にしました。今風のシンプルなお家は特にゴロタ石でロックガーデン風にした花壇もよく似合います。今回ぐらいの地面とフラットな花壇だったら、よっぽど大雨とかがない限り石だけでも大丈夫だと思います。砂利は後から追加してもいいので、花壇作ってみてちょっと寂しかったら入れるっていう形でいいと思います。石を置けたらまた少し離れて全体的に見て、納得いくまでバランスを調整したら完成です。今回購入した植物の金額はこんな感じ。時期や大きさとか地域によって変わりますが、大体の目安にしてください。ということで、春の花壇が出来上がりました。ここからもっと葉っぱがついたり花が咲くのが楽しみです。右側の青玉も5月頃には葉がつき始めるので、より賑やかになると思います。また定期的に写真を撮って YouTube のコミュニティとか Twitter、ブログ等でお知らせしていくので、よければチャンネル登録とフォローをよろしくお願いします。お庭があるからこそいろんな植物をたくさん楽しめるので、ぜひガーデニングも始めてみてほしいです。ちょっとぐらい水やりを忘れても案外強く育ちます。それではまた次回の動画もぜひ見てくださいね。